時は戦国末期、日の本すべてを焼いた戦火は未だに勢い衰えず、山深い芦名の国にも燃え広がっていた。野良犬が心すらなくしたか。ああ、共に来るか、飢えた狼。そして戦場で拾われた狼は修行の末、熟達の忍びとなった。忍びの掟は忘れまいな。親の次に大事なもの、お前の心に刻むがよい。あれが今日からお前のあること。命を賭して守る。たとえ奪われるとも必ず取り戻すのだ。よいなら狼よ。一心の国取りから24年、芦名の国は斜陽にあり、狼の忍びはすべてを失っていた。育ての義父も、守るべき主も。忍びよ、目覚めてください。あなたの主のために。Thank you.
井戸底におるあの忍び、特に加勢などしておりませんが、構わぬのでしょうか。大事ない。刀もなく気力すらない。奴はもうただのふぬけよ。よく来てくれた。久しいな、狼よ。お迎えに参上いたしました、我が主。うむ。表を上げよ。サビ丸、そなたの刀だ。我が忍びよ、主従の約定に従い、命を賭し我に仕えよ。御意。狼よ、傷を負っておるようだな。そうだ、そなたにこれを託そう。薬水のひょうたんだ。これで傷を癒してくれ。はっ。さて、そなたの体。その後とは。あの世のこと覚えておる。はい。いや、司祭は後にしよう。今はこのアシナの城を脱さねばならぬ。御意。堀沿いに進んだ橋の下に城外への抜け穴がある。一心様よりそう聞いたことがある。まずはその橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたら、そうだな、アシの羽笛で合図をくれるか。ほら、昔聞かせてくれたであろう、その音を頼りに。うん、狼を。いいえ。そうか。では、頼んだぞ。お。狼よ、無理はするな。どうか傷を。Thank you.
この橋の下、堀のどん詰まりに抜け穴があるじゃろ。あそこも見張りせよとの仰せじゃと。なんとも限界なことじゃ。戦が近いのかもしれんの。狼をよく見つけてくれた。さあ参ろう。御意。血の定めから逃れることしかできぬとはな。この城を出ていずこへ参ろうか。まずはアシナの国を離れるか、あるいはどこかに身を隠すか。そなたはどう思う？御意のままに。御意か。そなたは変わらぬな。はっ。いや、懐かしいと思うてな。さあ。久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。源一郎殿。私は すまぬ。お任せを。邪魔立てするか、巫女の忍びを。アシナ源一郎、参る。
忍びよ、卑怯とは言うまいな。巫女はもらっていくぞ。目覚めたようじゃな。どうやらまだ死の定めではないと見える。お前さん、名は何という？その目、差し爪、忍に敗れた狼といったところか。言えぬ。それが忍びじゃな。わしは仏を掘らなきゃならん。お前さんはお前さんで好きにしな。何故俺はここにいる？ただ拾ったのよ、屍かどうかもわからぬもの。野良犬に食わせてやることもあるまい。どれほど俺は眠っていた。そうか。じゃが主の主はアシナの城で囚われとなっている。だがすぐにもその血を利用す。お前さんを見ればその価値は十分にあろうというもの。この左腕、そいつは忍び義手。石腕の狼にはおあつらえ向きの牙じゃろうて。仏を掘るには無用でな。お前さんにくれてやる。忍び義手、そいつはただ失った腕を補うもんじゃない。任務を見つけたらわしのところに持ってくるがいい。任具だと？そうか。察しがいいな。任具を持ってきたら忍び義手に仕込んでやる。そうすりゃその義手のありがたみがわ、喋りすぎたな。行きな。巫女様の血が利用されるとは。わしも詳しいことなど知らん。ただ流因、そう呼ばれる特別な血があるという。主の主はそれを持っておる。それゆえ巫女様は付け狙われる。お前さんの体が妙なことになっておるのもそのせいかもしれぬな。お前さんもそうじゃが、この荒れ寺にはおかしな客がまあまあ訪れる。寺を出て右手の広場にもそうした者が一人おる。気が合うかもしれんな。
そこもと、名は、名乗られぬか。だが、腕ある忍びとお見受けした。忍びの技ならば、あるいは、そこもとよ、ぜひ、それがしと、立ち会ってもらおう。そこもと見事なものであった。それがしをかように。お主は死なず、あるいは虫付きとよ。死ねぬので、ただここにおるのだ。そこもとはこのようなあれでら、随分と眉間にしわ。そこもとよ、それがしを使い、お主の使命を果たすために。死ねぬ体ゆえ、幾度でも切られてどうじゃ。承知。よし。で、刀を振らば気も紛れるというもの。しからば参る。さらに参るぞ。まだまだ。お見事。また来るがいい。そこもとの技の試し。